はい、酒好き名残の印象を始めていきたいと思います。今回は、キリンビターズ。まだ中杯です。ビターズシリーズ。ジンジャー、スパイシージンジャー中杯。アルコール度数 8%、糖類0。です。ビターリキュール使用。原材料がウォッカ、リキュール、ハーブ、レモンピール、ジン、違う、ジンジャーシロップ。酸味料、香料、甘味料。カラメル色素。ですね。まあ。あまり期待はしませんけど。でもね、ライムのやつは割と美味しかった。割とって言ってもまあ、買わないけど。買うほど美味しくはないけど、うん、っていう感じ。乾杯。うわ。うわ。これはダメだ。これはひどい。うわ。これはひどい。甘味料っていうかね、なんかね、なんかこれだけね、やけにね、甘さが少ない。うん。だけど、なんか甘味料の、口当たりみたいなのがね、口にね、なんかね、へばりつく感じがする。これはジンで割るしかねえな。ジンで割ればまあ多少マシになるんじゃないか。まあジンジャーエールですからね。一応ジンジャーエールです。ジンジャーエールをジンで割ってしまえばまあ。ダメだな。まずい。うん。ただね、今まで飲んだ、ビターズシリーズの中では一番、甘さが少ないやつです。一番少ない。ただ甘さが少ないんだけど、なぜか、変な後味みたいなのがやっぱり、甘味料の後味みたいなのが残ってるんで、これはちょっと、無理。これは無理だな。うわ。まずい。てか、基本的にジンジャーエールのさ、チューハイで当たったことないんだけど。普通に。大体。そもそも。今までジンジャーエール系のチューハイで、うまいの飲んだことない。まず。まずい。ものすごいまずい。まあ、ものすごいってことでもないか。まあ、まずいですね。うう。気持ち悪い。この後味、この。甘味料ってやっぱりこの甘くないくても甘味料のね後味があるんだよね。
俺も何なのかわかんないんだけど。すっげえこの。後味。があって。まずい。もうこれはほとんど飲む必要ないわ、これ。これ飲む必要ない。もう一口で大体分かった。この味のコンセプトが。これは結構辛口めの甘さがかなり抑えられてるんだけど。なんか、異常になんか、おかしな、後味、が感じられるので。うわ、これ消えなくなったんだけど。ちょ。消えねえんだが。甘みが、まあ、かなり、少ない。てか、ほぼない。香りはまあ、普通ぐらいか。これは、まずいんで、まあでもゲロ吐くというか、残すぐらいではないんで、まだ。捨てるぐらいではないから、まだね。捨てるレベルだと一つ星です。3-2-3-2。ご視聴ありがとうございました。